はい、ガンダムファンの皆さん、こんにちは。閃光のハサウェイを30回見てきたジャパンサイファイのジェイです。今日は閃光のハサウェイをもう一回見たくなるような、閃光のハサウェイを見まくらないと気づけない作中の小ネタオマージュ解説を大量にしていきたいと思います。実は閏光のハサウェイ劇中ではシャア、アムロ、ララーの3人全員が登場しています。皆さん気づきましたか？さらにはダバオのあのシーンでは宇宙世紀が破滅に向かっているヤバすぎる闇が描かれています。さらにさらに、クシーとペーネロペーの決戦シーンではミサイル攻撃にあれを混ぜるというハサウェイの超絶テクニカルプレイが、一回見ただけでは絶対に気づかない閃光のハサウェイを105倍楽しめる様々なネタを大量にご紹介していきます。皆さんは何個気づけましたか？今日の解説はもちろんネタバレを大量に含むので、まだ見ていない人は劇場で見てきてからこの動画を見てくださいね。冒頭、シャトルハウンゼンが宇宙を移動しているシーン、ここ耳を澄ますとララーのコーラスが聞こえます。タータータラララというあの曲ですね。ララーの曲のオマージュが聞こえて、まさに逆襲のシャアの続編という感じ。これは BGM としての演出なのか、ララーの魂がまだ宇宙を漂っているという演出のように感じました。シャトルハウンゼンはジェガン A 型と89式ベースジャバーによって護衛されています。暗くて見づらいですが、肩の形状からこのジェガンは A 型ということがわかりますよね。政府高官が乗っているものの、護衛機は片落ちのロートル、連邦軍の軍縮が進んでいるのがこのワンシーンからわかりますよね。グスタフ・カールなど最新鋭の機体が配備される地上とは違い、宇宙では軍縮がより顕著のようです。ハウンゼンの飲み物グラスの形状は無重力でも使えるようにストローが内蔵されている形に、 SF 交渉がしっかりなされたデザインでとてもイケていますよね。ハサウェイがハウンゼンで読んでいるのは植物に関する本。表の仕事は植物監視官なので、こういう本を読んでいるのは自然ですよね。地球環境を汚す、連邦政府を粛清するというのはシャアの思想。そういった思想を少し受け継いでいることが、この本を読んでいることで示されています。ハウンゼンのシーンで映っていたウェブサイト、ここにはシャアの写真に加えて、アデレード会議の話の記載があります。これは第2作、第3作への伏線ですね。さらにはウェブサイトの右下には、地球環境がダメになりつつあることを示していて、左下にはコロニー老朽化の問題の指摘が。地球もダメになりつつあり、コロニーも老朽化で新しい人が住めなくなってきているという、かなりオワコンな時代ということがわかりますね。冒頭では監視衛星がマフティーによって破壊されています。これによりマフティーのテロ活動が連邦政府にキャッチされにくくなり、幅を利かせられているという状態。さらにはクシーを軌道上から投下するために必要な監視衛星網の穴を作っています。ガンダムユニコーンエピソード5、黒いユニコーンではバンシーの軌道投下はすぐに衛星監視にバレて警告を受けていましたよね。その警告をする衛星が破壊されたため、クシーの投下が無事に行えたという伏線になっています。さらには監視衛星の対象領域には、第2作第3作で主戦場になるであろうアデレードのあるオーストラリアも含まれているので、第1作目の舞台となるダバオ、オーストラリアの監視衛星網はすでに破壊されている。だからこそマフティは連邦軍に嗅ぎつけられることなく暴れることができているんですね。シャトルハウンゼンの手を洗う場所はしっかり無重力使用、水が外に出ないようにガラスで覆われていますよね。こういう SF 交渉がしっかりしているところがこの映画のいいところですね。お次は多世代ホテル襲撃シーン、メッサーの降下シーンかっこいいですよね。メッサーはベクタードテールスタビライザーを装備、スタビライザー展開時にはブンと音が鳴り、メッサーは空中を滑空することが可能になります。これはミノフスキーフライト搭載の第5世代モビルスーツが開発される中、通常のモビルスーツがサブフライトシステムなしで空中戦をある程度行えるようにするための処置なんですね。多世代ホテル襲撃シーンでは夜の市街地にミサイルの尾が出ていましたよね。ここは何回も見ないとわからないんですが、マフティー部隊のメッサーが乗っていたギャルセゾンとマインレイヤー装備のメッサーが地上をミサイルで爆撃しているというシーンです。さらにその反撃のミサイルランチャーがギャルセゾンに対して対空砲火として上がっているという構図です。襲撃シーンにてホテルにいるハサウェイは夜中起きていて、ギギを起こします。この時ギギは服を着ていないのでバスローブに着替えるんですが、ハサウェイは襲撃が起きることを知っているのでスーツを着ていますよね。ホテルのエレベーターでは夜中の襲撃なので他の客はバスローブを着ていましたが、ハサウェイだけが襲撃を知っていたので寝巻きではなく外行きのスーツを着ていたんです。怪しいですね。ハサウェイ正体は一体何マフティなんでしょうか。エレベーターで居合わせた議員とその愛人、汗をかいていましたよね。なぜ汗をかいていたのか、気づける人にはちょっと大人な描写の多い作品ですよね。地上に着陸するメッサー F02、 F02 型は脚部にリフティングフレアが装備されていて、地上のホバー能力に優れます。ホバーを実現するためには超高温で空気を温めて浮遊しなくてはいけない。その副作用としてホバーの水力の熱量が周囲の植物を燃やすという形で描かれていましたね。こういう細かいモビルスーツの戦闘描写最高でした。お次、モビルスーツ襲撃に巻き込まれたギー・アンダルシアですが、その後ケネスのオフィスで何らかの書類にサインをしています。この書類をよく見ると
戦時中の被害者救済保険へのサイン、つまり軍事行動に巻き込まれた彼女はここにサインすることで賠償金や連邦軍からの支援を受けることができるということを指しますね。この契約書の中身までしっかり作り込まれているという驚きの作り込み、すごすぎる先行のハサウェイ。ちなみにサインの日付は宇宙世紀105年の4月20日。お次、宇宙空間で指揮官機であるメッサー F 型がクシーを搭載したポットとランデブーするシーン。ここではエメラルダがパニックを起こしていますよね。パニックの原因は2つ。1つはエメラルダはそもそもモビルスーツ操縦の技量が足りず、モビルスーツパイロットになれなかったという経歴の持ち主。マフティの運命を決める一瞬なので相当なプレッシャーがかかったはずですね。もう1つはそもそも軌道上のランデブーが超難しいということ。これはガンダムユニコーンのエピソード3のラプラス遭遇戦やガンダムシードの大気圏戦闘時でも描かれていました。軌道上では加速をするとより地球から離れてしまう、減速をすると地球に近づいてしまう、単純に前後ろの移動でできる環境ではないんですよね。エメラルダはこのプレッシャーがある中、移動がめちゃくちゃ難しい中、頑張ってメッサーを操縦してポットを回収しようとしていたわけです。ハサウェイがコンピューターに頼るなと言っていましたが、ニュータイプじゃないんだからできるわけないだろうがって言ってやりたくなりましたね。それでも成功させるエメラルダさん、さすがです。クシーの起動シーン、クシーの起動画面をよく見るとマフティ・ナビユー・エリンの名前が登録されています。ガンダム00のスローネツバイやガンダムユニコーンのガンダム UC に登場したユニコーンガンダムもパイロットを認識していましたよね。認識されたパイロット以外では操縦ができないという仕組み、クシーにも生体登録されているということを考えると、アナハイムはクシーをマフティに渡す前提でクシーに登録しているんですよね。さらには乗っている人物がマフティであるという認証をしているので、アナハイムはハサウェイの個人情報、例えば指紋や脈拍、瞳の情報などの生体情報を知った上でマフティとして登録しているんですね。アナハイムは裏でクシーを作るわ、マフティ向けにアカウント登録するわ、ハサウェイの正体を生体情報と一緒に押さえているというヤバすぎる事実がこのワンシーンで分かってしまうわけなんですね。ちなみに画面にはクシーには1292個のファイルがあるという小ネタもあります。降下するクシーのポットに対してペーネロペーが狙撃するシーン。なぜこのタイミングで狙撃をするかというと、降下し始めのポットはまっすぐ降下してくるので非常に狙いやすいタイミングなんですね。レーンエイブのペーネロペーのメガ粒子砲が一発直撃していればこの時点でレーンは勝っていました。しかしレーン未熟さが出てしまってビームライフルで攻撃してしまい、しかも中心を外してしまいました。これによって降下ポットがバランスを崩し、レーンエイムはクシーがポットを脱出するまでなかなか攻撃を当てられなかったという寸法です。レーンエイム、名前にエイムとある割にはエイムが悪いですよね。初撃でメガ粒子砲を中心に撃っていれば勝っていました。ここは完全にレーンエイムのミスですね。クシー起動時に示されるクシーの武装、一瞬表示されますが書かれている内容はヤバすぎる火力。なんとマイクロミサイル24発、ファンネルミサイル26発、ビームライフル用エネルギーパック2個が表示されます。この武装表示は RX78-2 ガンダム初起動時の武装はバルカンとビームサーベルだけかのオマージュですね。ほんの一瞬だけの表示なので見逃さないでね。しかしクシー降下ポットに入っている時点でバリバリの戦闘可能状態というのがヤバいですね。アナハイムはやっぱりブラック企業ですね。降下ポットから指だけ見せるクシー、なんとその瞬間ペーネロペのシステムがクシーの指に対してアンノウンという表示に切り替わります。ポットの中に何か入っているとシステムが認識しているという、ペーネロペのシステムが非常に優秀ということを示すシーンですね。お次は地球のシーン。地球の環境汚染が進む中、ダバオは非常に綺麗な景観を保っています。ダバオではタサダイホテル以外は非常にローテクな暮らしが描かれていましたよね。一部では Windows98 のような古臭いパソコンでソリティアをやっているおじさんのシーンもありました。技術が進んでいないダバオに散々地球を怪我してきた政府高官らが宿泊して自然を楽しんでいる、そんな構図が描かれているんですね。ハサウェイが自分の部下に会うシーン、メガネをかけたマフティの女の子の構成員ミヘッシャに会うシーンはダバオ環境ボタニカルガーデンという場所で行われています。ここでマフティは冒頭の植物の本をミヘッシャに渡していますね。植物監視官でありシャアやアムロの思いを受け継ぐマフティの思想に影響があったこの植物の本をミヘッシャに渡しています。さて、ダバオでハサウェイとミヘッシャが座っていたファーストフード店、ウサギちゃんのマスコットが可愛いこのジョリビーなんですが、なんとこれフィリピンに実在するファストフード店なんですね。現実世界で存在するファストフード店が将来の宇宙世紀にもあるなんて考えると夢がワクワクしちゃいますよね。これはガンダムユニコーンエピソード1では西暦から宇宙世紀に変わる瞬間が描かれているので、西暦と宇宙世紀が地続きであることを示しているようなシーンです。タサダイホテル上空を飛行するペーネロペのシーン、本来マッハ2を出せるペーネロペですが、市街地を低空飛行しているときはちゃんと速度をセーブしてくれているということ
ことがわかります。音速以下で飛んで無用な被害を広げないように気を使って飛んでくれています。証拠に周辺のガラスが割れていないんですよね。まあその代わりビームライフルとバズーカを地上に打ち込みまくっていましたが、ガウマン機は自分の機体を連邦軍機よりも低い高度に置くことで市街地を盾に戦っていました。上空から下手に攻撃をガウマン機に打ち込めば地上に被害が及ぶので連邦軍は攻撃できないはずなんです。でも連邦軍キル系部隊は違う。ジャカポコミサイルとかバズーカを打ち込みまくってましたよね。ガウマンのお前ら正気かよはそういう意味です。ちなみにガウマンは市街地へ結構気を使っていて、ビームライフルを撃つときは必ず水平線より上を狙って市街地にビームライフルが当たらないように工夫していたんですよね。まあ最初はホテルに打ち込んでましたけど、ぜひ土佐大ホテルのシーンを見返すときはガウマン機と連邦軍機での市街地への気の使い方の違いを見てみてください。まあ戦闘後半はそれどころじゃないんですけどね。ちなみにペーネロペがガウマン機に接近したとき衝撃波を作り出していましたよね。これはペーネロペが最大速度を出して音速を超える飛行をしていたからなんです。先ほどのペーネロペの市街地低空飛行では音速以下での衝撃波はなかったんですが、戦闘起動時にはしっかり音速を出しているという描写です。こういう音速の描き方が細かいところも先行のハサウェイのいいところですね。散々市街地に気を使った戦い方をするガウマンでしたが、彼のビームライフル地上に落下して車数台と人を潰していますね。なかなかえぐいシーンです。戦闘シーンは夜なので市街地何が落ちたか分かりづらかったと思いますが、落ちたのはガウマン機のビームライフルです。ぜひ目を凝らしてみてくださいね。襲撃のシーンではマフティ構成員であるエメラルダもいましたよね。爆発が起こる瞬間エメラルダだけは耳を塞いでいましたよね。彼女は軍事の訓練を受けているので、爆発が起きた時は耳を塞いで鼓膜が破られるのを防いでいるというシーンです。爆発が起きた時の対処を知らない逃げ惑うばかりの一般人の中でエメラルダだけが正しい対処法を知っているということを示したシーンですね。こういった軍事訓練のありなしがキャラの行動に反映されているのは脚本家やアニメーターの細かい仕事のおかげ、最高すぎます。ガウマン機とグスタフの地上戦闘シーンでは武器を失ったガウマン機がバルカン砲でまずはグスタフ・カールのメインカメラを潰しています。形勢不利なガウマン機ですが冷静にグスタフ・カールのメインカメラを先に潰してから格闘戦で圧倒するというシーンが見られます。ここ実はむやみやたらにバルカン砲を連射していたのではなく、しっかりグスタフ・カールのカメラを潰した上で格闘しているんですよね。ほんの一瞬の描写ですがガウマンのエースパイロットぶりがわかるシーンですよね。マンハンターのアーマースーツ、実はこれガンダムユニコーンに登場したエコーズよりもはるかに重武装です。マンハンターは地球で生きているだけの武装集団なので、エコーズのように訓練も受けておらず高価な装備だけで生きているというような状態です。エコーズも実は別名マンハンターと呼ばれているので、マンハンター比べをしてみると面白いですよ。まあダクザさんが勝つんですけどね。ぜひエコーズのスーツと見比べてみると新しい発見がありますよ。マンハンターが運用する陸戦用ジェガン A 型マンハンター仕様は市民を威圧する目的で運用されていますが、実はマンハンターは大した整備ができていないというのがわかります。ジェガンの保管シーンの音をよく聞いてみてください。通常のモビルスーツの歩行音ではなく関節が動くときにギーギー言ってるんですよね。しかも脚部のスラスターが全部密閉されていましたから大した整備力もなく、本当に威圧目的だけでジェガンを使っているということがわかりますよね。どこまでも生きった連中で嫌ですね。マンハンターはジェガンを使って地上に発砲していますが、実は逃げていた市民を撃ったのではなく超適当なところを撃っています。しかも狙うのではなく乱射をしていて、単純に建物を破壊しているという超迷惑行為。地球を我が物顔でカッポするマンハンターを許容している地球連邦政府がいかに理不尽な政治を行っているかがわかるシーンですね。ハサウェイが怒りを感じるのも当然のシーンです。ダバオのタクシーシーンでは小ネタがたくさんあります。ハサウェイが座ったタクシーの画面には広告が流れていて、そこにはこの作品の闇や伏線が大量に詰まっています。広告ではこの世界にはたくさんの問題がある、この惑星のために何をすべきかという質問が広告では流れているんですね。その後に広告では今宇宙には100億人住んでいる、移住の手続きは超簡単、さらにはみんな宇宙へ行こう、地球環境のためになど移住をほのめかすような内容が広告として打ち出されているんですよね。で冒頭のハウンゼのニュースではコロニーの老朽化問題が出ていたので、もうこの世界は終わっているんですよね。まさに地球連邦政府はとにかく人々を宇宙にポイポイ捨てていってというような政策を進めています。しかもマンハンターが地球にはいるわけですから、事実を知らない市民は宇宙に行くしかなくなるというヤバすぎる構図です。そして宇宙に行ったが最後老朽化するコロニーが待っているという、もうヤバすぎる構図なんですね。闇が深いタクシーのシーン、皆さんは気づきましたか？ハサウェイとタクシーの運転手の会話はガンダムユニコーンエピソード4のミネバとダイナーの主人の会話を思い出します。
ますよね。理想家で若いハサウェイは1000年先の未来と全人類の正義を考えています。ですがタクシーの運転手はその日暮らしで歯の治療もできないレベル。だってタクシーの運転手歯がボロボロでしたよね。理想ばかり語るハサウェイと目の前の現実しか見えていないタクシーの運転手の対比が面白かったですよね。どちらが正しいんでしょうか。降下ポットから脱出したクシー、ペネロペの攻撃を受けますが完全回避。ここで注目したいのはクシーの回避軌道です。回避軌道は螺旋を描くように回避していて、ビームライフルを最小限の軌道で回避しているということがわかります。初めて乗ったはずのクシーでこのようなクロートの回避行動が行われるのはやばいですよね。しかもクシーは雲に一度身を隠してからペネロペの背後を取っています。クシーの機動力と夜中の空中戦であることを利用した立ち回りからハサウェイが超エースパイロットに成長しているということがわかりますよね。クシーがペネロペの横を取った時にガウマンが警告しますが、なんとガウマンの警告はペネロペの本体システムの警告より早いタイミングで出ているんですね。ガウマンはハサウェイの戦い方を知っているので、ペネロペのシステムよりも早くハサウェイの動きに気づけたという小ネタです。いや細かすぎる。超どうでもいいですが、ガウマンってやさぐれたバナージに見えませんか。ペネロペのミノフスキーフライト、ポロポロポロと独特な音が鳴りますが、後発のクシーはミノフスキーフライトが進化しているので変な音は鳴らないんですよね。ペネロペはいろいろな箇所が黄色く発光しますが、クシーのミノフスキーフライトは小型化されているので、機体各所のほんの数箇所が白く発光する形でミノフスキーフライトのエフェクトが描かれています。ここにペネロペからクシーの進化度合いが示されていますよね。格闘つばぜり合いのシーンでは、なんとペネロペからクシーに格闘戦を仕掛けていっているんです。腕が太くより小回りの効くクシーはペネロペよりも格闘戦が有利のはず。一方でペネロペは気膨れしているので格闘戦は部が悪いはずなんですよね。部が悪いはずなのにちょっとずしていったのはレーンの未熟さとプライド、そして人質がいるということで強気に出たという理由があったんでしょうね。レーンの未熟さが描かれているというシーンでした。ここのシーン、レーンがマフティの声を聞いていますよね。レーンが聞いたということはペネロペの機体にマフティの声が録音されてしまったということなので、これが後々マフティの身バレにつながる可能性が高いですよね。連邦軍のデータベースで声を調査した結果、ハサウェイだったというふうにバレそうです。最終決戦ではペネロペはファンネルミサイルを乱射します。ですがクシーは海上を低空飛行で回避。なぜクシーは海上を低空飛行したのか。その理由はファンネルミサイルの強すぎる誘導を切るためなんですね。通常のミサイルよりも高い誘導性を持つファンネルミサイルは空中では回避が難しいんです。こちらのシーンではカクカクファンネルミサイルが動いていますよね。しかしクシーは海上を飛行することで一度避けたファンネルミサイルを水没させて再誘導されることを防いだんですね。無駄な回避軌道をせずに、ガウマンに負担をかけずに最低限の労力で回避するためには低空飛行が必要だったんです。ハサウェイ超エースなムーブですよね。クシーの最後のミサイル乱射、実はここ最初マイクロミサイルとファンネルミサイルを撃っています。まずはクシーの最後のミサイル乱射、実はここマイクロミサイルとファンネルミサイルの両方を撃っているんですね。まずはマイクロミサイルを発射してペネロペがそれを迎撃した爆発に隠す形でファンネルミサイルを撃っています。レーンはマイクロミサイルばかりに目がいってしまって、本命のファンネルミサイルの接近を読むことができなかったんですね。初っ端からファンネルミサイルを発射しまくったレーンとは違って、ハサウェイは頭脳プレイが光りますよね。ペネロペにミサイルが当たるシーン、目を凝らしてよく見ると三角の形状をしたミサイルが飛んできています。これがファンネルミサイルなんですね。通常のミサイルは筒のような形をしていますが、ファンネルミサイルは三角の形をしています。またファンネルミサイルの方がエフェクトが派手という違いがありますが、正直見分けづらいです。ぜひ皆さんもハサウェイが隠したファンネルミサイルを見つけてみてくださいね。さらにペネロペ避け方が超絶下手くそで、誘導するミサイルに対して単純に後ろに下がってバルカンを撃つというムーブ、本来なら上や左右に誘導を振ったりするべきでした。さらには迎撃してしまったせいでマイクロミサイルの爆発でファンネルミサイルが見えなくなってしまったという小ネタもあります。レーンエイム自分で墓穴を掘ってしまったんですね。ミサイルの避け方一つとってもファサウェイとレーンには大きな実力差があるということがわかりますよね。一番最後のレーンのセリフ、自分がやられておきながらクシーにとどめを刺したはずだと言っています。このシーン、実はレーンが状況を理解していないことを示しています。レーンはクシーを撃墜したと思っているんです。なぜならクシーがおとりに使ったビームライフルを撃破したからですね。突如横から出てきたクシーにコテンパンにやられた状況を全く理解していなくて、ペネロペもやられたがクシーにも致命傷を負わせられたはずだと勘違いしているというシーンです。レーン未熟すぎるぞと思わせてくれるような超細かい描写のシーンですね。
さて、一番最後、マフティで整備される薬のシーン。ここでも小ネタが大量にあります。まずは横たわる薬。これはジオン系の整備のオマージュですね。劇中のペネロペは直立で整備されていました。これは連邦系の整備ですね。しかもペネロペのマニュアルは V 作戦のマニュアルのオマージュで、アナハイムが送りつけてきたヤバすぎる量の武装が記載されています。なんとそこにはビームライフル3機、エネルギーパック30個、ミサイル84機、ファンネルミサイル80機、シールド2つに加えて機体の予備パーツ、全身各所の部品が2から3個備え付けられているんですね。これはアナハイムがマフティに送りつけたフルパッケージ。やばすぎますよね。ですがこれらの大半は降下ポットとともに水没なので、クシーが運用できる武装は実は超少ないんですよね。第2作以降ではマフティがこの沈んだパッケージを回収できるかがポイントになってきます。もしできなければ完全整備されたペーネロペーと弾薬が足りないクシーで戦うことになるので、第1作では未熟なレーンがどんどん有利になっていくということを暗示するようなシーンでしたね。はい、ガンダムファンの皆さん、こんにちは。先行の発売を30回見てきたジャパンサイファイの J です。今日は先行の発売をもう一回見たくなるような、先行の発売を見まくらないと気づけない作中の小ネタオマージュ解説をまたまたたくさんしていきたいと思います。劇中ではアムロの声が聞こえますよね。なぜハサウェイがアムロの声を聞けたのか、劇中には大きなヒントが隠されています。さらにハサウェイのある行動に彼が明確に心の闇を持っているということがわかります。さらにさらに、クシーとペーネロペ最終決戦では隠されたハサウェイの超絶テクニックがまたありました。一回見ただけでは絶対に気づけない先行のハサウェイを105倍楽しめる様々なネタを大量にご紹介していきます。皆さんは何個気づけましたか？今日の解説はもちろんネタバレを含むので、まだ見ていない人は劇場で見てきてからこの動画を見てくださいね。ハサウェイがタサダイホテルに到着したシーン。スーツケースに糸がありますね。これは皆さんも気づいたかもしれませんが、実はもう一個細かい小ネタがあります。ここでハサウェイは誰かが不正に荷物を開けていないかをチェックしています。ここで何をチェックしていたかというと、彼が連邦政府にマフティーとして疑われていないかということを確かめたかったわけですね。加えてハサウェイはスーツケースを開けた後、自分の荷物をまさぐっています。スーツケースの中の蓋を開けない状態でケースの中身をまさぐっていますよね。この動きの理由はスーツケースの糸を切らずに誰かが何か隙間に紛れ込ませていないか、紛れ込ませられる範囲をチェックしているというシーンだったんですね。ハサウェイのこの超細かい動き、この動きをデザインしたアニメーターさんや監督の細かい技が光りますよね。ハウンゼンが地球に到着した後のシーン。空港で休憩中のハサウェイに渡された飲み物のメニュー、実はこれも超絶作り込まれているんですね。カクテル、ジュース、ソフトドリンクのメニューがしっかり作り込まれています。ブラッディーマリア、コスモポリタン、しかもそれぞれのお酒の特徴や製法も載っています。ぜひお酒好きは空港のメニューを再現してみてもいいと思いますよ。さて、ハサウェイのスーツケースに入っていたパンフレット、実は2つあります。1つはマフティ構成員と落ち合うダボーボタニカルガーデンのパンフレット、もう1つはオセアニアと太平洋地域の広域地図。皆さん、ここ不自然だとは思いませんでしたか？2つ疑問が湧いてきますよね。ハサウェイはなぜわざわざ紙の地図を使ったのか、もう1つはなぜ観光用の地図ではなく太平洋や大陸の映る広い地図なのか。ハサウェイが紙の地図を使ったのはシンプルな理由です。連邦政府に居場所を探られたくないからですね。携帯端末を使うと連邦軍に居場所を追跡される可能性があるからなんです。だから会合場所であるボタニカルガーデンも紙のパンフレットで場所を見つけているんですね。お次、なぜハサウェイは広い地図を持っているのか。この地図、オーストラリアやニュージーランド、フィリピンなどの広い一帯が示されています。これ広すぎて観光には使えない地図なんですね。彼がこれを持っているのはマフティの指揮官として広い戦場を見渡す必要があるから。彼はマフティ構成員との会合前に世の中の情報を地図上で整理した上で会議に臨んでいるということですね。なかなか真面目です。マフティの首領として全体を見せるために広い地図を持っていたというわけですね。さて、タサダイホテル襲撃前のシーン。ここで皆さん、ハサウェイのある行動に気づいたはずです。そう、ハサウェイは飲み物を飲めていないんです。ハウンゼンのシーン、空港でのシーン、ホテルでのシーン、彼はずっと飲み物を飲もうとして飲めていないんです。ここ実は超深い理由があります。理由は彼は逆者の一件で PTSD を患っているからですね。 PTSD は心的外傷後ストレスといって、戦場でトラウマを体験した兵士が戦場から帰ってきた後に様々な心理的な不安を抱えて通常の生活を送るのに支障が出てしまうことを指します。なぜハサウェイがPTSD になったのか、シンプルですね。目の前で好きな子が死んでしまって自分も人を殺めてしまったから。そして PTSD の症状の一つには、公共の場で飲み物を飲むという行為で極度の不安や恐怖を感じてしまうという症状があります。だからハサウェイは誰かに見られている時飲み物を飲めていないんです。彼としては逆者の後、心の病を患いながらもなんとか復帰してきた状態なんですが、彼の心の状態は完全に治っていないということをこのシーンでは指し示しているんです。もちろん心理的状況によって飲める飲めないは変わってきています。実際ハウン全で一番最初、まだ誰とも会話していないシーンでは飲み物を飲み切っています。ハサウェイは PTSD のせいで飲み物を飲もうとしても飲みづらいという状態が続いています。これは非常に
に細かい描写で普通だったらただのネタシーンなんですが、ハスウェイの心には深い傷が残っている。それを描写した深すぎる闇が描かれたシーンなんですね。これ考えた人めちゃくちゃすごいと思います。さて、タサダイホテル上空の戦闘シーン、皆さんここ上空の戦闘シーン少し違和感がありませんでしたか？グスタフ・カールは地上に向けてビームライフルやバズーカを撃っていましたが、肝心の切り札であるペーネロペは自慢のファンネルミサイルやメガ粒子砲を使用していませんでした。なぜかというと、もちろんレーン君の性格ですね。彼は未熟であるゆえか、卑怯事を嫌い正しくあろうとする性格があります。指揮官がケネスになってからケル系部隊は地上へ発砲するようになったのにもかかわらず、レーンは地上への発砲を避けてメッサーに対して体当たりで無力化を試みていますよね。しかもレーンの撃つバルカン砲はしっかり水平線よりも上を狙って撃っていますね。レーン君優しいですね。市街地へ非常に気を使った戦いをしています。タサダイホテル上空の戦闘シーンではグスタフ・カール部隊の連動の低さが現れていましたよね。地上にビームライフル、ミサイル、バズーカを撃ち込む、さらには着陸時には建物を踏みつけて倒壊させるなど、とにかく連動が低い。まず大前提として、地上の地球連邦軍は基本的に連動が低くなっています。それもそのはず、地上では敵がいないからですね。まともに戦えるのはロンドベルぐらいで、ガンダム UC ではダカール、トリントンでは事実旧型のジオン機にボッコボコにされるくらいの腕前のなさ。エピソード7に登場したシャイアン基地のゼータプレスやグスタフ・カールも非常に弱かったですよね。グスタフ・カールの連動の低さは地球連邦軍の実情を表しています。そしてこの実情を知った上で、なぜケネスは地上への発砲を許可したのか。それは連動の低い部隊でマフティを止める唯一の方法だったからです。前任者のキンバレー部隊は地上への発砲ができずにマフティの動きを止められませんでした。連動も低い、攻撃もできない、ダメダメな状況でした。ケネスは地上への犠牲を覚悟の上、連動の低い部隊を使っていかにマフティを捕らえるかだけを考えていたので、地上への発砲を許可したんですね。おかげであの部分だけもう大怪獣映画になっていました。レーン君はその命令を聞かなかったせいで、バルカン砲や体当たりで攻撃をしたせいでケネスに未熟だと言われてしまってかわいそうでしたよね。レーン君。さて、襲撃の後のシーン、ハサウェイと一緒にいたギギですが、ケネスを見つけてギギが大佐と言って去っていくシーン。ここでハサウェイはクエスの幻影を見ます。このシーン実はアムロ登場の伏線なんですね。クエスのセリフ、そうだわ、それができないから。これ実は先行のハサウェイでは分かりにくいんですが、逆者ではクエスは口を動かさずに心の中で喋っているんですね。ここで分かるのは、ハサウェイは間違いなくニュータイプであり、しかも人の心の声が聞こえるということ。ハサウェイはおそらく逆者の時代に戦場にいる多数のニュータイプや人の心の声を聞いてしまったはず。しかもそれだけではなく、サイコフィールドが作られてしまったせいで、チェーン、クエス、アムロの声だけではなく他の兵士の声をあの時ハサウェイは聞いてしまい、忘れられずにいるということなんです。だからアムロの声を聞いた時、アムロは逆者時代のパイロットスーツを着ていたんですね。アムロの身構えている時には死神は来ないものだ、ハサウェイは逆者時代にハサウェイが聞いたセリフであるという可能性がありますね。このハサウェイの呪われた能力はおそらく第2作第3作でも続き、シャーやアムロ、クエスやチェーンの声が聞こえてくるはずです。ちなみに戦ハサに登場したアムロ、よく見ると目の黒目が白くなっています。目が白いんですよね。まさにハサウェイにとって断ち切りたいが断ち切れない恐怖の亡霊のような存在ということがわかりますね。タサダイホテル襲撃後の連邦軍基地のシーン、ここではジェガンが哨戒装備に改造されていましたよね。実はその横ではなんと対空ミサイルを搭載した車両が戦闘配置になっています。なぜジェガンが基地防衛用に使われていないんでしょうか。これなぜかというと、対マフティ戦においては対空ミサイルの方がジェガンよりよっぽど有用だからですね。マフティの部隊はサブフライトシステムを使って空中から降下してきます。つまり対空戦闘力を持つミサイルか、空をある程度滑空できるジェネレーター出力を持つグスタフ・カールでないと戦えないということです。ジェガンは地上からビームライフル撃つくらいしか使えないので、対マフティでは対空ミサイルにその役割を譲るというのは仕方がないですよね。しかも地球連邦軍は軍縮傾向にありますから、より運用費用が安い車両が採用されるのもうなずけますね。しかしジェガン扱いが本当に悪いですね。さて、最初決戦前、レーン部隊の待機室が映されますよね。休憩中のレーンと連邦軍兵士のシーン。連邦軍兵士は、俺たちはいつまでここで待機なんですかね、レーン隊長。このセリフの後に大爆笑が聞こえます。これ、要するにレーンがめちゃくちゃ舐められているというシーンなんですね。この部隊にとっては若く未熟なテストパイロット上がりのレーンが最強のガンダムに乗っているため、レーンは部隊員にはまだ認められていないということがわかります。レーン成長してくれと思いたくなるシーンですね。さて、最初決戦シーン。ここではペーネロペーとクシーのコクピットに注目してみてください。両機とも全く同じデザインですよね。六角形のアイコンや全天周モニターの水平線にアラートが表示されるようなデザインが同じです。さらには両機の警告音ピピピピッという音まで全て一緒です。外観は変わってもコクピット周りが同じであることからも、れっきとした兄弟機ということがわかりますよね。唯一の違いは、ガウマンの座る席があるかないか、それぐらいだったと思います。さて、クシーが降下ポットを離脱してからペーネロペーが追うシーン。ここではガウマンは追尾するな、狙われるぞと
言っています。これどういう意味かというと、レーンのおバカムーブを注意しているんですね。なんでかというと、クシーは雲の中に隠れたのに対してペーネロペーは追っています。ペーネロペーはクシーを見失っている状態なのに、ペーネロペーは雲に隠れていないので、クシーからは丸見え状態です。この丸見えの状態でクシーをペーネロペーが一直線に追うと直撃をもらってしまう。このことをガウマンは知っていたからレーンに注意したんですね。今まで空中戦を得意としてきたガウマンだからこそ分かる戦いのテクニックですね。ちなみにガウマンがレーンを助けているのはもちろん自分ごと撃破されたくないからですね。ガウマンがレーンに注意するときは必ず攻撃を回避するためのセリフになっています。ちなみにガウマンが空中ダイビングをするとき、懐中電灯を持っていますね。これはもちろん空中で見つけてもらうためなんですが、レーンくんがわざわざガウマンのために持たせてくれた懐中電灯なんですね。いやーレーン優しい。この後ミサイル攻撃でボコボコにされるんですけどね。ちなみにここガウマンのほっぺたを見るとプルプルと震えています。これはもちろんスカイダイビングをするときに起こる現象ですね。そこまで捉えて描いたアニメーターさんがすごいですね。さて最終決戦、クシーのおとり作戦。実はクシーがビームライフルを射出するシーンにハサウェイの超絶テクニックがもう一つあったんです。ビームライフルを射出する直前、クシーガンダムが光っています。これなぜ光るかというと、音速を突破したからですね。クシーガンダムの装備する音速突破用のビームバリアは、音速を超えた時に起こるソニックブーム、空気の衝撃波と干渉して光るという特性があります。ハサウェイはこの特性を知っていて、音速突破をして機体が光る瞬間、その光と衝撃波に紛れ込ませてビームライフルを射出しました。さらにはペーネロペーは低空飛行するクシーに対してファンネルミサイルを撃ち込んでいましたから、水柱のせいでクシーを視認できないという状態、夜間であることも手伝ってファンネルミサイルの水柱に隠れつつ、さらには音速突破のタイミングで生じる衝撃波や光に合わせてビームライフルを射出してクシーは身を隠したというわけです。ハサウェイどこまでも侮れない男ですね。ちなみにペーネロペーはビームライフルを撃破した後、空中で静止してしまっています。ここでペーネロペーは速度を落としてしまったため、ミサイルを避けきれなかったというもう一つの理由がありますね。はい、ガンダムファンの皆さん、こんにちは。閃光のハサウェイを30回見てきたジャパンサイファイの J です。今日は閃光のハサウェイをもう一回見たくなるような、閏光のハサウェイを見まくらないと気づけない作中の小ネタオマージュ解説をしていきたいと思います。最終決戦シーン、ビームライフルをおとりにする作戦、ハサウェイはどのようにビームライフルを射出したんでしょうか。皆さんは分かりましたか。さらにペーネロペ、実は劇中でペーネロペはなんと隠された第三形態を見せていました。皆さんは気づきましたか。さらにハサウェイが狙ったペーネロペの急所とも言われるあの場所を狙いに行っていました。どこだか分かりますか。今回も1回見ただけでは絶対に気づけない閃光のハサウェイを100倍楽しめる様々なネタを大量にご紹介していきます。皆さんは何個気づきましたか。今日の解説はもちろんネタバレを含むので、まだ見ていない人は劇場で見てきてからこの動画を見てくださいね。タサダイホテルのシーン、ガウマンのメスターが頑張って戦っていましたよね。メスターが地上に降りてからなんとバルカンしか使っていません。グスタフ・カールとの近接格闘戦でビームサーベルを使っていないのはなぜなんでしょうか。実はガウマン機、この時点でなんとビームライフルとシールドを失っています。シールドを失うことによってガウマン機はシールドに装備されたファランクス砲とビームサーベルを失っているんですよね。メッサーは本体にビームサーベルが格納されているのではなく、シールドに格納されている。シールドを失ったメッサーは本体に内蔵されたバルカン以外の武装を持っていなかったんですね。その状態でグスタフ・カールをバルカン砲と格闘戦のみで戦闘不能に追い込んでいるので、相当な腕前をガウマンは持っていることがわかりますね。マフティはアナハイムにクレームを入れてもいいと思います。ビームサーベルをシールドの裏に入れるなよって。ただしメッサー実はショルダーアーマーに1本だけビームサーベルを装備することが可能です。ガウマン機は持っていなかったのか、あるいはビームサーベルを使ってジェネレーターを破壊することで街中で大爆発が起きるのを避けるためにビームサーベルを使わなかったという可能性もありますよね。さてタサダイホテル襲撃後のシーン、ギギとハサウェイはケネス大佐が用意した軍事車両で暖を取るシーンがありますよね。ギギが飲んでいたコップをハサウェイは受け取りますが、ここでハサウェイはコップを裏返しています。ギギと間接キスにならないように飲む方向を変えて飲もうとしているんですよね。しかもわざわざ別のコップかと思ったと発言する始末。もうこれハサウェイの潔癖症や簡単に女性を受け入れられないという性格が出ていますよね。まあその前にはバスローブしか着ていないギギとモビルスーツ戦闘中に抱き合うという行為もしていたので、まあなんとも言えないですけどね。まあいいから俺と場所を変わってくれハサウェイ。さて劇中では地球連邦はある嘘の報道をしているということ分かりましたか。実は最終決戦前、ペーネロペーのコクピットに捕らえられたガウマンに対してレーンがこう言います。マフティの無差別攻撃テロに比べれば人命の損傷率は君一人の命で済む。
このセリフにはマフティの軍事活動がどのように世間で報道されているかがわかります。少なくともレーンの所属する地球連邦軍ではマフティは無差別攻撃テロを行っているという扱いになっています。マフティ側の視点では腐った連邦政府を打倒するために政府高官らのみを狙っているつもりなんですが、世間では無差別攻撃テロという扱いになっていることがわかりますね。またレーンがそのセリフを言っているということは、彼としてはマフティは無差別攻撃を行う絶対悪という印象があるはずです。ただしガウマンが多世代ホテルを攻撃したシーンでは巻き添えになる人がいるということも認識しているので、結果的に無差別攻撃になっているというのも事実ではありますよね。クシーが効果ポットから登場するシーン、まずはクシーの手のひらから登場しますよね。クシーの指はなんと小指から折りたたまれています。実はこの動きは人間の動きを参考に作られています。人間が親指を使わずに物を掴むとき、最も効率的な力の入れ方は小指から握ることです。一気に握るよりも小指から握ることで手首の力を使って物を握れるようになるので、より強いホールドを効かせられるようになります。一気に握ってしまうと手首が動かずに力が逃げてしまうんですね。人間の動きがモビルスーツにも適用されるというのはなかなか芸が細かいですね。ぜひ皆さんも明日からクシーのように物を掴むクシーホールド試してみてはいかがでしょうか。マグカップにも使えそうですよね。ペーネロペとクシーのコクピット、実はデザインや警告音は兄弟機らしく非常に似通っているんですが、大きな違いがあります。それは操縦桿のデザインです。ペーネロペは通常のグリップ型の操縦桿、そしてクシーはなんと逆シャー時代のスタンダードであるアームレイカーが採用されています。アームレイカーは握るタイプの操縦桿とは違い、球体に手を乗せて操縦するタイプの操縦システムです。アームレイカー、実は操縦桿タイプよりも操縦の幅が大きく、モビルスーツにより細かい挙動や繊細な動きを取らせることが可能になります。実は操縦桿タイプよりも操作の幅が大きく、モビルスーツにより細かい挙動や繊細な動きを取らせることが可能になります。しかしその分操縦難易度が非常に高く、なおかつ戦闘中に手が外れやすいという欠点があります。ハサウェイはこのアームレイカーを音速の戦いの最中使いこなしているので、相当なアームレイカーの使い手だということがわかります。逆シャー時代でもジガンをある程度乗りこなしていましたから、ハサウェイのモビルスーツ操縦適性というかニュータイプっぷりがものすごいということがわかります。最終決戦、ここではビームライフルに注目してみてください。この時代のビームライフルの光線非常に長いですよね。初代ガンダムやビームマグナムのような単発の打ち切りではなく、リゼルのように照射型のビームライフルが主流のようです。一発撃つとしばらく光線が出続けるようなタイプですね。なぜこのような照射型になったんでしょうか。その理由は対マフティ戦を考えると答えが見えてきます。地球連邦軍としてはまず地球圏の安全を第一に考えるため、地上戦闘や空中戦を中心に考えます。そして宇宙世紀 O-105 ではサブフライトシステムやミノフスキーフライトなど空中での戦いが主流となりつつある時代です。空中で高速で動く敵に攻撃を当てるためには、単発のビームライフルではなく照射型のビームライフルの方が当てやすいという利点があります。この時代のビームライフル、クシーやペーネロペ、グスタフ・カールの武装はいずれもこの照射型ビームに対応していますね。さらにクシーのビームライフルは出力調整ができるようで、劇中でケッサリオを破壊した際は照射型を使っています。ペーネロペに対して撃ったビームでは単発型という風にモードを切り替えることができるようです。ビームライフルのモードが切り替えられるのは逆シャー時代のニューガンダムやサザビーとのつながりを感じますよね。さて、最終決戦時、レーンの唯一の有効弾であったビームライフルはクシーのシールドに防がれてしまいました。ここで注目したいのはシールドに防がれた時のエフェクトです。対ビームコーティングが施されたシールドに直撃したビームライフルはまず弾かれるエフェクトが描かれていますね。ここではビームコーティングがまずは耐えてビームを弾いています。しかしそこからビームコーティングが剥げてシールドそのものが融解し爆炎を上げているということがわかります。ビームコーティングの効果を細かく描いてくれているシーン、本当に最高です。ちなみにこのシーンではハサウェイはレーンの発砲に気づいてからシールドで機体を守っています。無駄な動きなく機体を回転させるだけでレーンの有効弾を防ぐという最小限の防御ムーブが最高ですね。ちなみにビームライフルを受けたクシーのシールド、コーティングが剥げてしまっているので2発目を食らったらシールドが破壊されるところでした。そしてこのシーンではペーネロペのビームライフルをクシーに直撃させることができれば十分に機体に致命傷を与えられることを指していますよね。さて、逃げるクシーを追うペーネロペ、ファンネルミサイルを乱射していましたよね。ここのファンネルミサイル挙動が少しおかしいと思いませんでしたか。ペーネロペのファンネルミサイルはカクカク動いてクシーを追っていますが、しかしレーンはファンネルミサイルの力を引き出せていません。クシーの最後のミサイル連発シーンではファンネルミサイルはよりペーネロペに吸い付くような挙動を見せていました。このことからクシーのファンネルミサイルはペーネロペのファンネルミサイルよりも誘導性が高いということがわかります。2つの機体は同型のファンネルミサイルを搭載しているので
で、ファンネルミサイルの誘導性はパイロットのニュータイプ能力で決定されます。ハサウェイは敵に吸い付くようにファンネルミサイルを出しているのに対して、レーンのファンネルミサイルは狙いや誘導性が甘いですよね。下手したら通常のミサイルの方が役に立つんじゃないかというくらい誘導性が甘いですよね。いや、レーン君成長してほしいですね。さて、最後のシーン、クシーガンダムはビームライフルを射出し、ビームライフルをおとりにしました。そのビームライフルは音速で移動するクシーと同じぐらいの速度で射出されました。ではクシーはどのようにビームライフルをこのような高速で射出したんでしょうか。その答えはこの時代のビームライフルの特徴を考えると見えてきます。この時代のビームライフルは照射型、つまりビームを継続的に発射できる機能を持っています。ハサウェイはこの機能を利用してビームライフルを腕で放り投げた上で、照射型ビームライフルの反動を利用してビームライフルを飛ばしたというわけです。通常はモビルスーツの腕が反動を吸収するんですが、放り投げた照射型のビームライフルは反動が吸収されず、そのまま加速して吹っ飛んでいくという原理を利用しているんですね。さらにクシーが放り投げた瞬間は音速でクシーが移動していたので、その速度も借りてビームライフルが高速で打ち出されたという原理です。放り投げられた瞬間のビームライフルはもちろん自分に向かって撃たれているので、ハサウェイが方向が変わってこっちが食らうところだったというのはそういう意味ですね。最終決戦ではペーネロペーが第3形態に変形していました。ペーネロペーはモビルスーツ形態と音速飛行用に鳥のようなフライトモードに変形することができます。しかしハサウェイを追っているシーンではフライトモードとモビルスーツ形態の中間である第3形態に変形していました。いわゆるガウォーク形態ですね。フライトモード、鳥のような上半身に対して下半身はモビルスーツ形態のように逆関節形式で足が前に向いていました。この第3形態、どのようなメリットがあったんでしょうか。この第3形態はフライトモードの高速移動力をある程度削って操縦性を高める形態です。その証拠にペーネロペは逆関節となった足を使って減速したり、この足を使ってクシーのミサイルを回避しようとしています。前にしか進めないフライトモードよりも後ろに対して推力が出せる、より小回りの効く形態がこの第3形態ですね。ぜひペーネロペの3つの形態への変形をプラモデルで試してみてくださいね。さて、クシーのマイクロミサイルとファンネルミサイルのコンビネーションでやられてしまったペーネロペですが、あっという間に戦闘不能に追い込まれてしまいました。これどこをやられてしまったんでしょうか。大量のミサイルと爆発の炎で非常に見にくいんですが、まずペーネロペは右腕のコンポジットウェポンユニットでミサイルを防いでいます。この時点で右腕のユニットが破壊されていますね。ここで1回ミサイル攻撃をしのぐんですが、次のミサイルは左足のフィックストフライトユニットに食らってしまっています。ペーネロペの音速飛行能力を司る左足の飛行ユニットを破壊されてしまってバランスを崩し、左足のユニットから大きな爆炎を吹き上げています。このユニットがオーバーロードしてしまったせいか、ペーネロペ全身のミノフスキーフライトシステムが停止してしまい墜落してしまったという寸法です。実際ミサイル攻撃を食らったペーネロペはフライトユニットの動作を示す黄色い光がなくなってしまっています。これはハサウェイがフライトユニットを狙ったのか、あるいはレーンの回避が悪くてたまたま打ちどころが悪かったのか分かりませんが、もしハサウェイがファンネルミサイルを使ってフライトユニットをピンポイントで狙って撃ったのならむちゃくちゃな腕前ですよね。そして急にフライトユニットを破壊されたせいで音速移動から急ブレーキがかかる形になってしまい、ペーネロペは水中に衝突、その衝撃でレーンは死んでしまってもおかしくない状態でした。ケネスの言う生還は奇跡的だったというのも頷けますよね。以上が閃光のハサウェイで描かれた細かすぎる小ネタ集でした。本当に何回見返しても新しい発見があるので、ぜひ閃光のハサウェイを2回目以降見るときはこういった細かい描写を気にして見てみるとより楽しめると思います。戦闘シーンや生活描写もかなり細かいところが気にされていて、めちゃくちゃ作り込まれているというところがよくわかりますよね。特にクシーとペーネロペの音速の戦闘シーンの一つ一つの描写、戦闘自体は短くてムーブも少ないんですが、その一つ一つのムーブがすごく細かく描かれているんですよね。その中でもレーンとハサミの実力差を説明するのではなく、しっかり戦闘描写で細かく見せてくれているというのが本当に素晴らしい作品です。ぜひこの実力差を意識して最終決戦をもう一度劇場や DVD ブルーレイで見返してみてください。本当に細かく描かれているんですよね。また幻影で登場したアムロ、記事で登場したシャーに加え、まさかの BGM アレンジで登場したララーも驚きでしたね。今日は作品の小ネタを大量に紹介しましたが、皆さんは全部気づきましたか？ぜひ他に気づいた小ネタがあればコメント欄で教えてください。皆さんは閃光のハサウェイ楽しめましたか？作品への感想もぜひ教えてくださいね。もし今日の動画が面白かったら LIKE ボタンを押してもらえると嬉しいです。よかったらチャンネル登録もお願いします。このチャンネルでは機動戦士ガンダムや他の SF 作品のメカバトルの解説考察を短い時間に凝縮して皆さんに配信していきます。今後も皆さんが楽しめる内容を続々配信していくので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンで応援してください。ツイッターもやってますので、ぜひ概要欄から飛んでいって最新の SF 情報トリビアお見逃しなく。それでは次の SF でお会いしましょう。
てー、デレ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